しげしげチャンネル。どうもしげしげです。本日も無課金サブサブ赤コラボ禁止しげドラやっていきましょうということで、本日はモンスターポイントを受け取ります。ありがとうございます。モンスターポイントを受け取ります。ありがとうございます。2万受け取ってモンポが10万超えましたので、聖なる鍵を1つ買いたいと思います。これ1個買うと、1個すでに持ってるので、まあ、2個になるじゃないですか。であと光と、光闇のやつ作れば完璧完成です全部。ということで聖なる鍵買っておきたいと思います。明日の23時59分までかな、滞在流なんですけど、まあなんとか間に合うかなという感じはあります。鍵、はい、所持キャラもこんな感じで、まあガチャも結構引きましたね。やっぱりコラボ禁止してるから石というかさ、ガチャ引くのを絞れるじゃないですか。まあ絞った結果ね、こうやって一つのシリーズを結構揃えることができるので、まあコラボを禁止っていいのかな。うん、まあ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 楽しくやっております。で、メールボックスにもう一個魔法石150個、これがね届いてると思うんですけれども、私は、鍵の勇者ガチャは一旦もう大丈夫です。まあ、さっきねボックスをお見せした通りもう結構揃ってるので、もうこっからはほぼほぼ被りになってしまうということで、うん、なしで。で夏休みガチャもそんなに、じゃあめぼしいものがいるかって言われたらそんなになんですよね。水ばっかだし、水そんな使ってないし、はい、でするじゃないですか。まあそしたらもう残すところはシーズンスーパーゴッドフェスか、明日から始まるモンハンかっていうところなんですけど、モンハンはコラボがっつりコラボですので引けません。そしたらもうシーズンスーパーゴッドフェス今来てるやつ引くしかないでしょうってことで、本日は満足するまで引きたいと思います。やっぱり狙いはアテンかな。 1.5% アテン、これを狙いながら、まあ他の、なんだろうな、まあバレンタインイデアルとかね出てしまえば最高ですよ。バレリアとか出てしまえば最高ですよ。この辺を狙いながらって感じでやっていきたいと思います。さあ行くぞ。緊張すんな。まあでもこの後のこと別に考えなくていいからね。その滞在流の周回もまあ全部引いたとしても3個残るじゃないですか。3個あったらとりあえずなんとかなると思うんで、つくよみは持ってるな。うん、頂点性待ちというか、あ、進化前もいるんか。まあ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 、お願いします。いや、これでシーズンもの引けたら最高なんだよ。お願いします。おー、あ、あり。お市はマジであり、転生強い。神キラー2の毒耐性、毒の完全耐性と、あと封印耐性も地味に2個あるからね、変身キャラと合わせるってなったら最高ですよ。スキルも強いし、これ系ねマジで強いっすよね。お市とかさ、銀千代とかのシリーズだっけ。お市、他ので言うとネネとかか、ネネとか稲姫とか。稲姫欲しいんだよな。そう、稲姫欲しいから全然このガチャに石突っ込むのあり。なんて言ったってグレオン引いてるからね。グレオンのサブに当てはまりそうな火のキャラは、うん、超ウェルカムっすよ。スサノオは一旦大丈夫です。いやー来てほしいな。ちょっと頼む頼む頼む。あー、ちょっと渋いところばっか来てるな。大凶小凶は超転生待ちかな。最近なんか覚醒調整されましたけどね、並びが変わったのと、なんだろう、忘れましたけど。はいはい、お願い出て。芝ね、まあ芝、あ、持ってるか。芝ワンチャンね、グレオンのサブありかなとは思いますけど、火力出せるし防御激減からの受けるダメージ激減もあるんで、まあ枠ないか。僕の持ってるキャラ的には割ともう、なんていうの、競争が激しいんで、サブの競争が。おーイエス、おーイエス。季節物バレンタインネイですね。どんどんなんかさ強くなってってるよね。
もともとこんなキラーとかも持ってなかったと思うんですけど、無効貫通も持ってなかった気がする。よし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 、ありがとうございます。1,2,3,4,5,6,7,8 か、星8、ありがとうございます。いや、どっかで使えそうだな。どっかで、どこかはさておき、まだ行きましょう。とりあえず当たり引いた感じだわ。やっとからの、大国さんはね、今も活躍してますよ。転生大国主として超転生待ちです。あと8回。いや、全部引くかはさておきね。イデアルとか出てしまえばそこで終われるんですよ。気持ちよく、とても気持ちよく終われる。いやー、違うんだよ。大凶小凶はマジで違う、マジで違うよ。この水列光列のこの感じ、どう使えばいいんだろうね。超転生どうなるんだろうね。いやー、イデアル頼む。バレリア、イデアル、バレリア、お願いします。はい、お市が被る、お市が被るか。稲姫来てくれよ。6回、全部いっちゃいそうだなこれ。まあ行ってもいいか別に。だって本当にだから明日からのモンハン関係ないしな。OK、 OK、 稲姫 OK、 素晴らしい。これもうさ、このアカウントさ、グレオンで修羅いけんじゃない。ちょっとアシストとかは考える必要あるけど。封印2の、スキブ2の、お邪魔完全体制のマシンキラーで消せないドロップ回復、素晴らしいよ。ありがとうございます。うん、明日から考えなくていいからな、別に行っちゃおうよ。9月のクエストも来るから石もね、回収できるっちゃできるし、アマテラスは大丈夫です。4回。いやでもここまで引くなら、なんかもっと超大当たり来てほしいけどな。シゲドラの底力を見せてくれ、見せてくれ。うわ、待って、マジでやばい、マジでやばい、それは本当にやばい。4体って、いや大凶小凶はもうよくね、やめてくれ。こんなにいるよ、こんなにいるよ、ラインナップ大凶小凶ばっか出るじゃん。いや、アテン、アテン出てほしいんですけど、あとバレンタインソニアもね、それこそグレオンのサブとか全然いきますし。3回、お願いお願い、もうもうやめて、もう大凶ショック、いやもう口が回んない。 OK、 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 完璧、素晴らしい。よっしゃ、これ無効貫通力半端ねえんだよな。で、悪魔キラー、マシンキラー、シュラにも使えるし、グレオンパーティーのサブに最高ですよ。いやー、よかった。火と闇の二色陣からの回復、3個生成からの HP5 万回復、最高ですよ。いやでももう一個上なんだよな。まあ高望みですけど、星8で言うとソニアとネイ出たんで、もう一個上のレベルいければな。イデアル、バリディア、ラスト2回で決めてみせましょう。全部引いちゃうんかい。頼む、信じてる、出る。損、損はいっぱいいる。ラストお願いします。明日のモンハンとかも一応届いた、ロビンとかで届いたガチャとかはもちろん引くんですけど、売却なんですよ。モンポ欲しいし、その時全然当たり出なくていいんで、その運をこっちに、こっちに前借り、運の前借りお願いします。頼む。おお、あれ、しげっぱずでも引かなかった。セカドロップゲット、まあ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 、結構バレンタインキャラ引きましたね、こんな真夏に。入手順、はい、こんな感じで、まあつくよみからかな、つくよみからで、まあ当たりとしては個人的には
おいちもそうか、おいちもナイスだし、ネイもナイスだし、あと稲姫ね、稲姫バレソニーは最高じゃないか。グレオンパーティー使っていくって考えてね。えだってシュラーマシンキラー持ってたらシュラー刺さりますから、完璧じゃないか。まあまたパーティーががっつり変わると思うんですけれども、その前にね、裏異形とかも勝たなきゃいけないので、全然勝ってないからね、裏異形。あ、そうだよ、しかもシュラー初クリアで魔法石85個もらえる。でまたガチャ引けるじゃん。劣化も勝ってないしね。まあ順番にやっていくんですけれども、この後ですね、グレオンパーティーお楽しみに、ということで本日は終わりたいと思います。皆さんは石150個何に使いましたか？ぜひコメント欄で教えてください。明日またモンハンのガチャがね、シゲパズだったりで上がっていくと思うので、そちらもお楽しみに。ということで本日は以上です。さよなら。